嬉しい。でもメガネしてると反射すごいね。おお、危ない危ない。冒険をする。メガネ。ちょっともう今日も鼻炎がすごい。こんばんは。いや、まあいっかっていつからさっきやってみた。なんか固定コメントそういえば設定しないなと思ってしてみた。何にするか迷ったんだよ。でもまあいっかにしてみました。好きな言葉だからね。こんばんは。でもメガネしてるとさ、反射してさ目が白い。ちょっとパパにドラクエを買ってもらったから今やってるんですけど、3DS の方でやってたんですよ今まで。だからあのこれ初めからになっちゃって、今は故郷の石の村にいます。勇者なぎ。いや、ドラクエマジで神ゲーだと思ってるんですけど、本当にちょっとだけ待って、くしゃみ出そう。もうやだ。鼻水止まんないんですけど。くしゃみ系アイドルになっちゃう、このままじゃ。鼻炎なんですよ、本当に嫌だ。待って、また鼻水出そう。くしゃみすると熱くなっちゃう。いや、もう今日ずっとドラクエしてたんですよ。普通にめっちゃずっとドラクエしてて、ぴょんぴょん。でもドラクエのあの
やばいんですよ。今までずっと 3DS やってたから画質がちょっと荒かったんですけど、あのやばい、スイッチめっちゃ画質いいし、なんかほんと映画見てるみたい。でもその最初、本当に今最初からやってるからまだなんだっけなんだっけなんだっけあの呪文忘れた、火のやつしか使えないんですよ。なんだっけなんだっけなんて言うんだっけ、強さメラ、メラしか使えない。まだレベル3なんです。で今からデルカダールに行ってっていう、マジで初期、今日のお昼頃に買ったので全然進んでないんですけど、ホイミは使えないまだっていう感じ。楽しい、楽しすぎるよ。ドラクエって神ゲーですよね。こんばんは。暑い。花火すごかった。てか柏崎自体にが初めて、初めてではないか、なんか車で何回か通ったりとかはしてたんですけど、本当に初めて柏崎で花火見ました。すごかった。私は長岡の方しか行ったことがなかったから感動感動した。その隣あゆちゃんだった。昨日はそう、ずっとあゆと喋ってたあゆ寝るんだよすぐ。エアコン首にしたい、もう止まってるもん。船から打ち上げるの絶対違う絶対違うと思うよ。そう、なんか本当に近くで見たの初めて、花火を。目の前に花火が落ちてくるんですよ。怖ー。でも綺麗でした。迫力がすごい。エアコン叩く、叩くのはちょっとかわいそうじゃないですか。うん、まあいいんだけど。明日はアルチュンさん、うん、私お手紙書いたんですよ実は。明日渡せるかな、アルチュンさんに愛を込めた手紙を書きました。可愛いレターセットででも私は泣かないように頑張りますもう泣いちゃいそうなんだけど。絵は描いてないけど、うん、渡します。写真もいっぱい撮ります。明日は凪ちゃんにこっそりお手紙書いたの。もう内緒じゃないよそれ。いや
本当今日ドラクエやって一日が終わった。でもドラクエっていいですよね。なんか私はめっちゃ好き。なんか感動するんです。普通に感動するし普通に泣いちゃうし。あ、アルビス。私はカミューがめっちゃ好きなんですよ。なんかあの主人公の相棒的な存在の男の子なんですけど、青い髪の毛ってカミューがめちゃめちゃ好きで、そうでもまだカミューが出てきてないので早くカミューに会いたいなって思いながらドラクエしてます。でもまだそうまだね出会えてないからそうまだデルカダールにも行けてないしみたいな、ちょっと全然進んでないじゃんって感じなんですけど、ていうかめっちゃすっぴんなんだけど申し訳ないです。そうボイスついててびっくりした。ボイスついてんのと思って嬉しい。なんか神の声ってこんな声だったんだって。しかも主人公にもなんかちょっと若干声ついてて、自分がドラクエのキャラクターだった職業、でも死にたくないので死にたくないから私は村で主人公の帰りを待つヒロインになりたいですね。エマちゃん、私はエマちゃんになりたい。声ついてたんですよドラクエ、衝撃だった。戦いたくないんですよ。待ってマジで鼻水。でもエマちゃんの声も可愛かったです。めちゃめちゃなんか完全にゲーマーみたいになってるけど、私そんなゲーマーではないですよ全くもって。そういうわけではございません。なんか最近肌の調子いい。そういえばめっちゃいい。なんでだろう、全然肌荒れしてない、幸せ。全然肌荒れしてないんだけど、なんで。この調子で明日迎えれればいいな。朝起きてニキビとかできてたら本当に怒るけど。でも今日これ買った大好きなやつ、しかもいっぱい入ってるやついっぱい入ってるやつママに買ってもらった。明日前座です。見てみんなこのリップめっちゃ可愛くてさ、ちょっと紹介させて。これマジで可愛いんですよ。
こんな感じで、ほらわかる？めっちゃ赤ちゃんみたいな色なんです。わかるかな、この可愛さ伝わる？超可愛くて、ほら、なんかそんな濃いわけではないんですけど、めっちゃ赤ちゃんみたいな唇になる。でも結構ベタついてるからステージではつけてないんですよ。そうだからすっぴんの時はこれ。そうめっちゃ可愛いんだよね。おすすめのリップです、ぜひお揃いにしましょう。だからすっぴんの時のちょっと疲れ切った顔でもこれ塗ればいつでも赤ちゃんになるってみて。重めの愛投下したからよ。見た、ありがとう、嬉しかったよ1年記念日だね。もう一回見して。はい、ピオニーベルベットです。私の愛用リップなんか鼻炎の日は全然喋れないんですよ、ごめんなさいね喋りにくいっていうかぼーっとする、頭が。本当にムカつく、頭にきます。お家で黒珍しい。あ、そう珍しい、黒着てます。ジェルの香水、実は買うだけは買ったから今度はリップ。そうお揃いにしてみて、めっちゃ可愛いから、ナチュラルだし赤ちゃんだし。黒似合う？嬉しい。結構このトップスお気に入りなんですよ。なんか割と私シンプルな服が好きで、これお乳なんですよ、好き。いやちょっと勢いで配信始めちゃったからさ、どう終わろうかな腕細い、細いよ腕。なんか新潟めっちゃお祭りやってるみたいですね今日。お祭り行きましたか？ダメだ、鼻炎がダメ。壇上読もうかなすいませんね。地元でお祭りやってた、マジで。ダメだ、鼻水が垂れてくる。新潟、お昼は雨降ってた、そういえば。でも夜は晴れてました。今日は 3DS じゃなくてスイッチ。危ねえ
めっちゃ反射するやん。今日は神に会うまでスイッチやって寝ます。明日前座なので。そう、神仲間にするまで寝れば10やる。神じゃなくて神っていうキャラクターに会えるまでちょっと今日は寝れま10。あの勇者の名前が自由に設定できるんですけど、ナギにしたんですよ、主人公の名前を。そうするとキャラがナギって吹き出しに表示されるんですけど、そうなんかね、すごい照れますね。ひらがなでナギにしましたよ。そう、勇者ナギよって言われるんですよ。でエマちゃんは絶対私のこと好きじゃないですか。待って、鼻炎が本当にまずい。これ明日大丈夫かな。クーラーも効かねえし、鼻水は出るし、口呼吸嫌ですよ。喉が変になるもん。ダメだ、男女見ます、すいません。ちょっともうやばい、鼻水が垂れてくるもん。13位竹めぐさん、あっ13位竹めぐさん、12位おやきさん、11位ティンバレラさん、10位ケンツさん、9位こやこやさん、8位桃太郎さん、7位スパロウさん、6位パックさん、5位メープルナオくん、4位ワンワンさん、3位ギバさん、2位わたちゃん、1位近藤和弘さんです。タレちゃんなんか言った私。タレちゃん、ありがとう、ごめんね、鼻水垂らして。すいませんでした、ありがとうございます。じゃあちょっと神に会えるまで頑張ります。またまたね、おやすみ。明日会える人は待ってるよ。バイバイ。すっぴんごめんね。またね。あれ。バイバイ。